本日はこちらのリアガラス、これを外したいと思います。運転席、助手席と荷台をこう仕切っているここのね、窓。この窓をね、取ったら、こっち側に手伸ばせば荷物を置けるんで、便利になるかなと思いますので、ちょっと外してみたいと思います。あとちょっとこう、車検の時に付け直さないといけないのかなと思うんですけども、その時はまた取り付けるとか、なんなりしていこうと思います。とりあえず作業やっていきます。さて、どうやって取るのかな。こうですね、内側のゴムをこう外側の方にこうグッとグッと外していけば、これ外側にボロッと取れるみたいですね。はい、ちょっと今助手席の後ろ側から徐々に押し出していってますんで、まあ、どこまで行ったら外れるのかわかんないですけど、まあ、とりあえずやってみたいと思います。どうしようかな、軽く色塗っとこうかな、これはあるし。
はい、ここガラス抜けましたね。いやいやいや、そんなに難しい作業ではありませんでした。まあ、ちょっと今度はめるのがねどうなるかわかんないですけども、まあ、一応やり方はね確認してあるので車検の前余裕を持ってやってみたいと思います。というわけでここ後ろのガラスぶち抜いたぞという動画でございました。参考になりましたでしょうか。一応縁のところはね色塗りました。反対側もねこっちはグレーで塗りました。はい、というわけで荷物をこうさっと置いてこの辺に置けるものなんかねカゴとかね作っとけばさっとね荷物の出し入れができるんじゃないかなと思います。またねエアコンの効きがね悪くなるようであればここのところになんかカーテンかなんか設置しようと思います。カーテンを取り付けてみました。今ねちょっとセッティングした感じのちょっとこじゃれた感じで結んでみたんですけども、こんな感じで、運転席助手席側にねこう2枚1枚ずつこういう感じでカーテンをつけてみました。はい、そして後ろ、バックパネルのところにね、こちらもカーテンを仕込んでみました。これでパネル開いてても、まあ、中が直接見えないような感じで、あとこれ遮光カーテンを選びましたので光も入ってこない、そんな感じになりますね。リアの窓を外してしまいましたので、こことね、荷室、空間をつなげたことによって、まあメリットもたくさんあるんですけど、デメリットもあると、ね、運転中のこう冷房とかね冷たい空気がこっちの方に流れてしまう、それはこのこっちの部屋も冷えるんでいいこともあるんですけど、ここ閉めた方がエアコンの効きは良くなりますので、そういう時はここ閉めておくとか、そんな感じに使いたいと思います。また車中泊するときねこっち側から光が入ってくると眩しいと思うので、あとねこの辺、目隠し今のところついてないので、まあ、ここで一応仕切れるようにカーテンをつけてみました。でこう長さがね100センチ100センチで、縦は80センチのものを購入しております。後ろも同じように100センチの80センチなっております。ちょっと後ろは丈がギリギリってとこなんですけど、これの上のサイズがですね110だったんで、110だとちょっとね下くっついちゃうんで、どっちがいいかなと悩みながらも80にしておきました。いかがでしょうか。こんな感じで仕上がってきております。はい、それからカーテンレールなんですけど、このアルミフレームの溝のところにねこれ100均で買ってきました。こういうカーテンレールね、プラスチックのやつなんですけど売ってます。でこのレールに取り付けるフックは、これはカーテンに付属してました。セリアで売ってますね。8個で100円。シャッと開けるとこう中に入れると、こういう感じになっております。さあ今後も内装いろいろね仕上げていきたいと思いますので、完成を楽しみにお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。感じでした。バイバイ。